医学におけるウィーン学派は18世紀中期からウィーン大学の病院を中心にした臨床医の学派でフランスのパリ病院学派、イギリスのエディンバラ学派と共に当時の医学の中心となった学派である。ウィーン総合病院1784-1745年にマリア・テレジアがオランダのヘルマン・ブールハーフェの下で学んだ。 ゲラルド・ファン・スー・イーテンを GE として招いたのに始まり、1754年に、王室の援助で1754年に、最初の近代的な病院が設立された。最初の院長は、オランダ生まれのアントン・デ・ハーエンが務め、マクシミリアン・シュトールがその後を継いだ。レオポルト・アウエンブルカーや、アントン・コン・シュテルクラが加わり、研究や医学教育を行った。 ヨーゼフ2世が1784年にウィーン総合病院を設立し、1809年にヨハン・ペーター・フランクによって研究部門が開祖された。ヨハン・ルーカス・ボアによって独立した教科として参加が設立され、1812年にゲオルク・ヨゼフ・ビアが眼科の最初の教授となった。これらの医師によって医学は臨床的で科学的な方法に基づくものに変えられていった。 ウィーン大学で研究した有名な医師には、病理学の分野で、カール・ロキタンスキーや、細胞説のルドルフ・ウィルヒョウ、センメルベイス・イグナーツや、ヨーゼフ・スコダや、皮膚科のフェルディナンド・フォン・ヒーブラがいる。精神科の分野で、テオドール・マイネルと、神経学の分野に、ルート・ビヒ・トゥルク、生理学の分野のヨハンネ・ネポムチェル・マークラも、ウィーン大学の講師として、診療所で研究した。 ウィーン学派の医師としては、他にテオドール・ビル・ロート、レオポルド・シュローター・フォン・クリス・テリー、エドアルト・イエガー・フォン・ジャック・ストサル、エルンスト・ビル・ヘルム・フォン・ブルック、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、フェルディナント・アールト、エルンスト・フックス、カール・ステルワグ・フォン・ケリアン、カール・コラー、ヨハン・フォン・アプルザー、フリード・リッシュ・オッタ、エルンスト・ワート・ハイム、ヘルマン・ナス・ネグル、サミュエル・ジーク・フリート・カール・フォン・バッシュ、グスター・ベガ・ートナー、 ジュリウス・ワーグナーやウレックなどが挙げられる。カール・ラント・シュタイナーとローベルト・バーラーにはノーベル賞を受賞した。アドルフ・ローレンツ、カレル・フレデリック・ウェン・ケバッハ、グイード・ホルズネックと、レオポルド・フロインと、クレメンス・フォン・ピアーケイなども知られる。第一次世界大戦後の敗戦による財政難やドイツのオーストリア併合後のユダヤ人敗跡などによって、ウィーンの栄光は色あせていった。 ありがとうございます。